グーファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。はい、もう最初に言っておきます。今回の話は面白くないです。まあいつも別にね、その面白いだろうとかそういうことじゃないんですけど、いつもなんとかこう面白い話をしようかなっていう気ではいるんですけど、今回は全くその気ないです。本当に面白くない話です。まあ何を話すかと、あの頃良かったなっていう話もうつまんないだろう。もうつまんないと思いますよ。うん、あのね、まあいっぱいあるんですよ。あの頃良かったなっていうその時期はいっぱいある。本当にいっぱいある。ただね、その中でもまあ最近思うのが20、21とかかなの時に、俺夜のすすきので働いてたんですよ。うん、って言えばかっこいいでしょ。まあなんていうか、その別に水商売じゃないですよ。うん、あのホストとか風俗とかキャバクラとか、まあそういうところに配達に行く仕事だったんですけど、まあ夜のすすきのだから、まあ深夜だよね働く時間は。でね、もう仕事終わる時っていうのはもう終電ももちろんないから、帰りタクシーなんですよ。うん、でそのタクシー代っていうのはまあ会社持ちだからさ、うん、まあ全然いいんですけど、まあそのタクシーに乗って帰るわけさ。うん、あ、今話したのあれね、そのあの頃は良かったなという話ね。そのタクシーに乗って帰って、でうちの近くにセブンイレブンがあるんだけど、セブンの手前で降ろしてもらうんですよ。セブン手前というかセブンの前で降ろしてもらって、でセブンでまあその夜遅い夜食、うん、とあとコンビニサイズの本、あの500円ぐらいですっげえ分厚いやつ売ってるじゃん、うん、ああいう漫画、まあ、それ全然自分が見たことない漫画でもいいんですよ。何でもいいの。全く麻雀のルール分かんない麻雀の本とか、うん、なんかのパクリじゃねえかっていうような寿司の漫画とか、まあそういう漫画を買って、まあ、あと夜食ですね。まあ冬だったからさ、うん、そのあったかいものとか、まああと俺サンドイッチ好きだからサンドイッチとか、まあそういうのを買って夜帰ってきて、まあ家でね、その食べながらその分厚い本を読むのさ。うん、で食べ終わる方が詐欺だから、読み終わるより。でそしたらその布団に入ってその漫画の続きを読んで寝る。うん、で、そうですね、だいたい昼前ぐらいまで寝てたかな、その時は。うん、まあそういう生活を送ってたんですけど、あの頃良かったなってあの頃良かったなって思うね。なんだろう、その仕事何してんのって聞かれた時に、夜のすすきのっていうのがすっごいなんかかっこよかったの、俺の中で。あ、もうそれ以上言わないんだよ、うん、夜のすすきのだけ言うのさ。もうそしたら大体ホストって言われるんだけど、それがなんか良かった、俺ホストみたいなうん、だからそうだね、ちょうど本当その時に近所のラーメン屋さんに行って、坊ちゃん最近よく来んねえって、そこのラーメン屋の店主俺のこと坊ちゃんって呼んでたから、うん、坊ちゃん最近よく来るねみたいな、何してんのさみたいなね。で夜のすすきので働いてるよって、かっこよかったなー、うーんっていう話です。あ、ちなみにその坊ちゃんって言ってたラーメン屋の店主はそれこそ今すすきのに行ってます。うん、すすきので働いてますね。で俺はわざわざすすきののその店まで俺会いに行ってるからね。うん、そのおじさんがいるの分かったから、テレビでやってたのさ、分かったから、そのすすきのまでわざわざ会いに行って、そこのラーメンを食べたっていう。うん、終わろうか終わりましょうか。よし、終わろう。またな。